処刑ラジオ、処刑少女のラジオロード。こんにちは。テレビアニメ処刑少女のバーチンロード、メノー役の佐伯よりです。こんにちは。同じくあかり役の香原萌です。この番組は2022年春、テレビアニメ化が決定している処刑少女のバージンロードのラジオ番組です。わーい、第2回。はい、2回です。ね、もう1ヶ月経つんだね、前回から。ね、なんかついこの間さ、収録してたって思ってたんだけど、ね、あっという間だね。聞いた1回目。聞いた。ね、聞いたよ。なんかさ、いつや先生がさ、ツイッターでさ、絵を描いてくださってね。ね、そう、うん、皆さんもツイッターを見てほしいんですけど、うん、もうなんかすごい原作の先生に大変申し訳ない絵を描かせてしまったの、私が。お餅のくだりがね、ありまして、私が餅は噛むのが面倒だから食べないですっていう話をしてたら、その絵をね、そう、ズボラなメノウちゃん、そう、ね、このメノウちゃんが着てる、うん、ジャージの中の T シャツに清く正しく、そうそうそう、めっちゃいいよね。全然記憶正しい感じしないんだよね。再生も含めて。そうなんだよね。いや、もう大変ね、申し訳ないことをしてしまったと私は思ってるけれども、うん、でもこうコミックスの道也先生もそうだけど、うん、原作者の佐藤真人先生もね、うん、ツイッターでハッシュタグつけて実況してくださってて。そうなの、ざっとね、うんうん、そう、あ、佐藤先生今この辺聞いてるんだみたいな。わかるっていう、うんうん、本当に。いや、もうね、いろいろね、うん、盛り上がった1回目でしたけれども、ね、うん、なんかね、そのね、スタッフ的には、うん、オープニングトークで私が引っ張らないとと力が入っている佐伯さん、配信ペースの話題でメールが1億通来たら更新ペースが変わるかもという佐伯さんの謎な発言に対し、なるほどと普通に相槌を打つ香原さんがツボでした。力入ってたね。ね、入ってたんだね。うん、なんかね、そう、うん、フレッシュに行きましょうっていう話をしてて、うん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 、私は結構普段 の、うん、日常生活において、うん、結構ローなんですよ。うん、テンションが、はいはいはい、割と静かなんですけど、うん、いやでもそんなね、静かな部分をね、ここで出してしまっては、うん、フレッシュにならないと思って、はい、ちょっとね、すごいテンション上げて頑張った。なるほどね。それがこう力力が入ってるっていう理由になったのかも。うん、なるほどな。あ、今フレッシュですか。え、今フレッシュですよ、私。フレッシュ、今もうテンション爆上げですよ。今日一ですよ、今日一、うん、でもね、これ最初で飛ばしすぎて後半でまた脱力しないように、うん、そうだね。その時は叱ってください、うん、いやでもそうね、私の方もね、今頑張って上げてきてるから、うん、あ、いいね。そうだ ね、 本当にね、第2回もう、まあ、きっと楽しい感じになることでしょう。はい、そうしていきましょう。うん、していこう。はい、それでは2人でやっていきましょう。処刑ラジオ、処刑少女のラジオロード、スタートです。この番組は処刑少女制作委員会の提供でお送りします。処刑ラジオ、処刑少女のラジオロード。まずはこちらの企画から。これは彼女が彼女を〇〇〇〇の物語。はい、そうなんです。処刑少女のバージンロードのキャッチコピーといえば、うん、これは彼女が彼女を殺すための物語ということだね、うん、そうだね、はい、前回もちょっと触れたけど、うん、なんだっけ、ティザー PV とかにもこのドーンって最後に出たりとか、うんうん、なかなかね、インパクトのあるキャッチコピーだよね。はい、そうなんですよ。で、うん、今回はこの殺すための部分に別の言葉を入れたらどうなるか試してみようという企画です、うん、ということになってるんですけど、なるほど。すごいね、うん、スタッフさんにね、うん、いや、こういう企画なんですよって説明してもらったのに、うん、ちょっとまだ言わない、理解できてないんだけど、どういうことがなされるんだろうって今からなってるんだけど。タイトル通りだよね。なんとかなんとかする物語っていうのを、うん、なんかカードがあるみたいなんですよね、はいはいはい、でそれをこう出していただいて、うん、あ、思ってますね、思ってますね、いっぱいある。、うん、でこの中から引いて出た文をなんかこう読むみたいな、うん、あー、うん、文が出てくる
どう？そうだね、こうキャッチコピーに穴埋めされたものが出てくる。なるほどね、うん、文なんだ、ね、うん、え、これは文じゃないですか文ですか確かにやってみましょう、うんうん、そうだね。じゃあちょっとちょルール分かってないみたいなことを最近のイオリンがおっしゃってたので、うん、私からやってみようかな、うん、もうちゃんお願い。はい、じゃあカードお願いします。どうしようかな。じゃあ一番私から見て右側のもの、うん、あ、それで大丈夫これでちゃんと意思疎通できてる大丈夫こっち側のやつを、あ、そっちです。はい、あ、そうですね、ちょっと今の状況が状況なのでリモートみたいな感じで、はい、あ、そうそうそう、いろいろと出していただいてるんですけど、画面の向こうからこんにちはってしてるんですけどね今じゃあそちらでお願いします、ね、お、ん、もういいよって言うまで好きなところを言うための物語あ、長い思った以上に文だったうん、うん、なるほど。じゃあこれをこのまま私がやって読んでいくってことですね、はい、読む、はい、うん、さあ、なるほどね、あ、なるほど、ちょっと待って、分かってない分かってない、誰も分かってないあ、私がいいんどっちが、佐伯がもういいよ大丈夫だよって言うまで、萌ちゃんが私の好きなところを言うための物語だ、うん、なるほどね、はい、なんか今からそれを実行してみましょうっていうことだ。そういうことだ。なるほど、分かったえ、なに約束うん、いいよって言うまで、うん、分かった。じゃあ1でも言わない。えどうしようどうしようあ、まあでも番組がね、はい、終わらなくなっちゃうから、はい、いいところで止めていただければと思います。じゃあ早速、はい、よーい、スタートイオリンの好きなところは、まあ、まず最初に私、うん、イオリンと初めて会った時ものすごい緊張してたんだけど、うん、イオリンの方から喋りかけてくれてすごく嬉しかったっていうのと、あとなんか結構服装の形が似てることが多かったりとかで、うん、勝手にシンパシーを感じてなんかときめいちゃったりとかあとなんか集合時間とかがあるんだけど、その大体同じ時間に現場に着くみたいなのとかでちょっと運命感じちゃったりとか、今日も現場ここに来るまでにあの横断歩道を渡る前に後ろ姿を見つけて、そうユーリンの髪の毛あった時は長かったんだけど、ショートカットになってからの後ろ姿のフォルムがすごく好きなんか、ね、まあいいよまあいいよもうなんかね、自分がね、あのなんかグフって言ってる自分の気色悪い笑い声に耐えられなかったどっちかっていうともっと言ってほしかったけど、ちょっと電波に乗せられない笑い声をね、 あれだったらあの後でちょっと文章にまとめて LINE とかでまとめてねちょっとあの愛の重みの長文 LINE を送っておこうかなと思います。まあでも嬉しいですね、うん、いやそう今日本当にねちょうどね、うん、横断歩道でね、そう、あれイオリンかなと思ってこうちょっとずつ後ろから近づいてチラって覗いたら、あ、もえちゃんそうよくわかったねいい子よくわかったな。なるほどね、まあ、こんな感じなんですね、うんうん、ルールもわかったところで、はい、じゃあ次私行ってみますか。はい、お願いします。じゃあね、あ、数字書いてくれてる。2で2お願いします。あ、スムーズになったね。でん、驚かせるために急に可愛さ 200% 増しになる物語ってどういうこと私驚かせるためにイオリンが可愛さ 200% になるってことかな私が可愛さ 200% になるんですか。そりゃそうでしょ。ああなるほど、そうか、驚かすから、あ、なるほど、途中からね、途中からか、うん、普段最初は普段のイオリンみたいな。なるほどね、わかりました。じゃあとりあえずやってみましょう。お、はいまあ、うん、そうね、まあ最近の話だと、うん、そうだな、なんかね、うん、寝るのが早くなったの。おお、そう、うん、なんかすごくこうあの仕事とか、うんうん、行くじゃん。で、それ帰ってくるのとかがね、遅い時だと、うん、もう本当に、うんうん、なんだろう、必要最低限のことしかやらないで、うん、うん、おやちみって。ちょっと待って、ね、ちょっと待って。
けど、ちょっとあの直後に自分で耐えきれなくなって笑うのやめてもらっていいですか。もうちょっと続けましょう。なんでよ。ちょっとね、確かにちょっとそうそうそう、あまり驚きが足りなかったかもしれない。そしたら、すごい朝すごい早く起きるようになって、なんか本当にもう8時とか、超健康体じゃん。健康的。そう、それでなんかね、最近ちゃんと朝ごはんを作るようになったの。えらい。もうすごい。もう普通に、いただきますって。かわいい。驚きましたかね。なんでよ。なんでよ。今のが一番驚いたわ。最後の最後で、いやなんかすごい、なるほど、とんでもない時間を、ね、お送りしてしまった気がしますけれども、早く忘れないんで次行きましょう。でもこれもね、ルールも分かったし、はい、これせっかくカード引いた時は、あれだね、ちゃんとタイトル通り、これは彼女が彼女を、この出していただいたカードなんとかかんとかする物語って読み上げていきたいね。確かにそうだね。ちょっと気をつける。エコーかかる。なるほど、気をつけるわ。ちょっと今ね、必死に内容を理解するのに夢中になっちゃって確かによしよしよし、せっかくの企画タイトル、まだやりますか。お、じゃあ3番でお願いします。これは彼女が彼女を、自分のことを知ってもらうために、自分自身の良いところアピールを5つ言う物語。あー、なるほど。私がイオリンにアピールするんだ。そう、なるほど。私のいいところ5つアピールですね。はい、よしよし。では私のいいところは、いいよ、よく笑うところ。だからイオリンとラジオをやってても楽しい空気が作れているんじゃないかなって思ってるところがまず一つ目です。おお、はい。二つ目は、可愛いと思った時に相手に可愛いを言えるところ。おお、これはまあもうちょっとざっくり言うと素直なところと言いますか、やっぱ自分が言われて嬉しいこととかは伝えていきたいなって思いますので、なんかそれがまあ言えるのがいいところかなって思ってます。おお、三つ目が、そうですね、器用なところですかね。おー、器用。ちょっと番組収録始まる前にちらっと言ってたんですけど、ちょっと前まで自分で自分の髪を切ってたりとか、あと今ね、ネイルを自分で、セルフでジェルネイルをやっていたりとかっていう、このちょっと器用なところ、すごい、これは長所なんじゃないかなって思いますね。4つ目が、身長がちょっと高いところ。ちょっと高い。そんな、なんかモデルさんみたいに高いとかじゃないけど、私160センチなんですけどね、大抵のお洋服がちょうどいい感じで着れる、確かにこれはとてもいいところですね。はい、ちょうどいいが一番ですから。5つ目がよく笑って、いた一番最初に言ったな。5つ目がそうだなどうしようかな、最後の一つだからなって言ってるけど、本当は出てきてないだけなんですけどどうしよう。5つ目がよく食べるところ。めちゃくちゃ食べるんですよ最近。ちょっと減ったんですけど、昔はこうファミレス、某ファミレスに行って一人で、ハンバーグとドリアとピザとパフェと、あと友達の残ったものと食べてラーメン行って、ラーメン替え玉して、夜お家に帰って、お家のご飯も食べるみたいな食生活を送っておりまして、でもそれを美味しそうに全部平らげるところはいいところかなって思いますので、ぜひこうイオリンの自炊してるっていう話をさっきちょっと聞いちゃったので、いつかイオリンの手料理を食べたいななんてちょっと思いました。ちなみに私の手料理めちゃくちゃ美味しくないよ。美味しくないよ。そんなことある。おすすめしないけど、でもそんなに食べるんだね。めっちゃ食べるね。すごい食べるね。思ったよりすごい食べるなって思っちゃった聞いて、だからまあこれぐらい、ちゃんと食べてれば
ある意味アピールポイントになるかなと思って。うん、確かに。いや、なんかいいところいっぱいあるね。すごい、なんかすぐにこうパッて出てくるのがやっぱいいところじゃない？本当？うん。あら、うん、嬉しいです。素晴らしい。いや、なんかいいところ知れて嬉しいな、うん、私。いや、でもなんかちょっと変に緊張しました。さあ、じゃあラストやります。お、やります。じゃあ最後残ったやついきましょう。これは彼女が彼女を愛情を込めて下の名前を呼び捨てにするの物語。かっこあるな。長い付き合いになると思うけどよろしくね〇〇という感じでお願い。具体的。具体的。ちょっとあまりにもタイトル読むの下手すぎてついにカードに彼女が彼女をってつけてくれた。わざわざつけてくれた。あ、これってお互いになるんですかね。あ、私が私に向かって。わかりました。じゃあ私はこの下のカッコの部分をね、うん、言えばいいんですね。やった、はい、やった。これめちゃくちゃめちゃくちゃ私得なんですけどいいんですか。いや、ちょっと頑張って頑張っていい声出してやらせていただきます、はい、愛情を込めてお願いします。はい。長い付き合いになると思うけどよろしくね萌え。頑張っていい声を出そうと、うん、いい声だった。あ、急にかわいさ 100% になる物語。なんでよ。違うでしょ。それでえ言うってことですか。え、そういうこと。え、お、え、そういうこと。はい、これまた同じように。はいはい、いいんですか。え、いきます。はい。長い付き合いになると思うけどよろしくね、萌え。かわいい。わー、出す、あ、ありったけのかわいい出しましたよ。やだ、やだ。そんな、なんかめちゃくちゃ贅沢な時間でしたね、今の。ちょっとなんか、うん、最初このブース入った時、ちょっとひんやりするなと思ったけど、今なんか変な汗とか、いろいろ変な汗なんだ。ポカポカしてきた。ね、盛り上がってきましたね。上がってきた。ブースが温まってきましたよ。いいことですね。はい、ということで、うん、じゃあ以上ですかね。ですね。はい、うん、以上、これは彼女が彼女を〇〇〇〇するための物語でした。処刑ラジオ、処刑少女のラジオドーム。それでは皆さんから届いたメールをご紹介していきましょう。はい、じゃあまず私から、うん、はい、処刑ネーム黄緑色のリュックさんからいただきました。ありがとうございます。佐伯さん、加原さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。処刑少女のラジオロード第1回放送拝聴しました。ありがとうございます。ありがとうございます。お二人のちょっとゆるい感じのトークがとっても楽しかったです、うん、僕が処刑少女のバージンロードのファンになったきっかけは原作イラストが二律先生だったからです、うん、初めて参加したコミックマーケットで素敵なイラストをお見かけして二律先生のファンになりました。当時はコロナ前だったこともあり素敵な絵と思って気になりましたと売り場にいた方に話すとありがとうございますと言ってその方と握手をしました、うん、僕が握手した人は二律先生その人だったのです、うん、二律先生の描くかっこいいメノちゃんが大好きです。アニメ化に伴い佐伯さんと加原さんのファンになるのも時間の問題だと思います。これからの放送も楽しみにしています、うん、といただきました。ありがとうございます。本当素敵な絵だよね、うん、ねー本当に、うんうん、なんかこの繊細さがあるのがいいなって思った。うんうんうん、なんて言ったらいいんだろう、 なんか髪の、うん、髪の感じとか、うんうん、そう、なんかいろいろこうなんかいろんな構図でこうメノちゃんのさ、うんうん、あの表紙とかある。そうだね。そう、もうなんかすごいね、すごいなんかさ、うん、普段考えつかないようなポーズを、うんしてるのよ。そう、なんか前傾姿勢じゃないなんかあのなんか伏せみたいなさ、伏せ伏せみたいな。そうね、すごいかっこいい絵をね描いてくださる。二律先生のあのイラストの目のグラデーションすごい綺麗です。あーねー、本当に、うん、すごいね、コミケで二律先生と握手できたって、うわ、羨ましい。ねえ、いや本当にこれ
からもね、いやそのアニメのさ、うんうん、PV とかを一番最初に見た時に、うん、すごいなんか二律先生の絵柄を組んでるのかなと思って、すごい確かにその二律先生感がちょっと出てるなって思ったのが私すごい印象的でした、アニメ、うんうん、二律先生のイラストの雰囲気をこう取り入れてちゃんとアニメのキャラクターデザインになってるっていうのも、そう、うん、素敵だよ ね、 ねいいよね、うんうん、いや楽しみですね、いいな楽しみだ、ね、ぜひね、もう私たちのこともぜひまたよろしくお願いいたします、お願いします、作品と合わせて、ね、合わせてありがとうございます、ぜひ、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、では、はい、続いて初見ネームサメカモメさんからいただきました、ありがとうございま す、 います、佐伯さん、香原さん、こんばんは、こんばんは、初回配信での佐伯さんのお餅を噛むのがめんどくさいに、はい、首を大きく縦に振るしかなかったので似たような理由で私が好んで食べないものをあげてみますので、はい、同意いただきたいです、オッケー、はい、まず、うん、もつなどのホルモン系の食べ物、うん、焼肉でも私はホルモン系は頼みません、うん、はい、いつ飲み込めばいいのかわからないからです、うんうん、同じ理由でタコのお刺身も上がります、そしてエビやカニなどもすぐに食べられるような状態じゃないと別にいいやってなります、あ、分かる殻を剥くのがめんどくさいです、うんうんうん、極論カニカマでいいのですそれではこれからもお二人のラジオを楽しみにしています、長文失礼しました、ありがとうございました、いやすごい分かる分かるめちゃくちゃ分かる、いやもう今私の目の前で、うん、イウリンがさ多分このお話が出た時のサメカマメさんと同じ勢いで首を大きく縦に振ってましたねいや本当に、ホルモンとかも美味しいのに、あのねホルモンは私プニプニだからダメなの、うん、え、だから鶏皮もダメで、うん、あ、ちょっと噛むのがめんどくさいのとまた別の理由で、また別の理由なんだけど、うんうん、でも確かに噛むのがめんどくさいなら絶対私も嫌いだなって思った、あそうだね確かに、うん、いつ飲み込めばいいかわからないって結構ホルモン苦手な人みんな言いますよね、うん、なんかもう勢いで飲み込んじゃう時とかもあるしね、うん、あの噛んでて、でも噛み切れるもんじゃないから、うん、多分噛んで柔らかくなったら噛み切れなくても勢いで飲み込むのが正解なんじゃないかな、わかんない、ね、私はそうやって食べてるけど、うん、そういうことじゃないのかな、噛み切れるのかな、どうなんでしょう、切れるのか、ね、たまにさ、うん、ステーキがさ噛み切れない時あって、うん、あステーキが、そうステーキ肉でさ結構筋とかあると、うん、たまにね、そう全然噛み切れない時とかあって、うんうんうん、あの時とか本当に何したらいいんだろうってすごい思ってる、だからね無理やり飲み込んでたりするんだけど、うんうんうん、ね、みんな何してんだろうなって、あとエビとかカニとか、まあ、確かにね、うん、剥くのめんどくさいって、ね、まあ、カニはもともとちょっとあんまりアレルギー的な意味で食べれないんだけど、ね、そうでも確かに剥かれてないと絶対食べない、うんうん、しかもカニカマでいいっていうその気持ちがすごい分かりすぎる、ありがとうございます、いいお便りですいやちょっとすごいですね、はい、結構お餅食べない理由が噛むのがめんどくさいって私の中では衝撃の事実だったんですけど、うんうん、いらっしゃるんです ね世界は広い、はい、はい、では次行きます、あ、いい時間になったみたいなので、はい、はい、ということでふつおたのコーナー、皆さんからのメールをご紹介しました、処刑ラジオ、わお、処刑少女のわお、ラジオロード、最後はこちらの企画、メロウの処刑執行、はい、処刑少女のバージンロードの中では能力の持っている迷い人が私佐伯より演じるメロウによって処刑されてしまいます。このコーナーでは自分は能力の持ち主ではないかというリスナーからメールをもらい紹介、能力の持ち主迷い人であるとイオリンが判断した場合処刑を執行するというコーナーです。はい、はい、前回もね、うん、前回もやりましたけれども、うん、今日は噛まずに言えたね噛みましたからね前回、うん、執刑すごいいじられてたね、いやもうよかった
かったよかった、もう本当とんでもないでございますよ本当に。あね、まあ、とりあえず処しちゃった人もいたけど、うん、そうだね、様子見で処すってみたいな。はい、まあ、今回はね、うん、まあ善良なね、うん、市民ノブレスを処さないようにはしたいとは思いますけれども、うん、そうだね、はい、しっかり判断していただきたいと思います。はい、はい、まあでもそうだね、これまた例のごとく、はい、能力があると処されるちょっと変わったコーナーなんですけど、はい、早速この迷い人なんじゃないかっていう方たちからの、はい、あれをご紹介しますね。はい、では処刑ネームビヨンドさんからいただきました。僕は機械を叩いて直したことがしょっちゅうあります。この前は音が出なかったスピーカー、画面が出なかった携帯をいい感じで叩いたら直りました。これって能力でしょうか。わかりました。お、早い。サクサク行こうかな。サク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 行こうかな。じゃあサクサク行きましょう。はい、それでは判定をお願いします。ビヨンドさんは迷い人では。どうしたどうした。やっぱどっちにしようって気持ち出ちゃった。そうそう、迷い人ではって言ったらもう答えだもんね。気づかなかった。迷い人ではありません。あ、はい、迷い人じゃなかった、うん、なんかこれはなんで。いや、うん、すごい原始的だけど、だってそれ、うん、そのなんか、うん、叩いて直す、うん、私ね、叩いて直すんじゃなくて、うん、あのカセットフーフーして直すならわかるのよ。おう、うん、え。どういうこと、どういうこと。だって難しい難しい。フーフーして直すのはいいけど、うん、叩いて直すっていうのやり方がダメだったの。なんか、うん、自分の手も痛くなるし、うん、あの叩かれた側がかわいそうじゃん。ああまあまあそれはそうだね、うんうん、だからあんまりしない方がいいんじゃないかなって思う。このコーナーってあれですか、お説教コーナーでしたっけ。あれ。カセットは機械じゃないしね。確かにそうか。まあ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 、いやでもこれ結構すごいと私は思いましたけどね。本当、それこそブラウン管のテレビとかだったら叩いて直すのがもうデフォみたいなあれですけど、携帯叩いて直るんですね。携帯を叩くってそうなんだ、うん。ちょっと叩くっていうやり方が良くなかったみたいですね。そうですね、うん、まあね、あのいっぱい叩けばもしかしたら100回に1回は治るかもしれないから、うん、ああまあ確かに、そうそうそう、うんうん、確率の問題ですよきっと、うん、多分 100% じゃなくてしょっちゅうだから。そう、しょっちゅう、うんうん、だから足りない、ビヨンドさん。、うん、ちょっと足りない。なるほどね、うん、能力の持ち主ではないと。はい、はい、よかったです。はい、大丈夫です、まだまだ処さない、はいはい、では次です。処刑ネームこのかさんからいただきました。はい、仕事の休憩で横になって休むのですが、どんなにいびきをかいて熟睡しても必ず休憩終了10分前には目を覚まします。私は何かの能力者でしょうか。なんか似たようなの聞いたことあるな。なんか全然似たようなのあったような気がしたんだけど。そうですね。前回は確かなんか早朝4時とかに起きなきゃいけなかった時にアラームかけてなかった、うん、そうけど起きれたみたいな、どっちにしたっけな、多分処した気がする。処したっけ、なんか能力覚醒みたいな、私たち動力接続接続接続動力接続覚醒みたいな、 ありそうじゃないみたいな感じで処されたような気がする。どうだったかな、これはどうだろう。処したか、うん、わかりました。でもこれがまた10分前っていうのと、うん、いびきかくほど熟睡しても起きるっていうのはそうだ、ね、なかなかポイント高いかもしれないですね。わかりました。あ、決まりましたか。はい、お、それでは判定をお願いします。このかさんは迷い人です。これは判断基準はなんか前回の人より
パワーアップしてるなって思った。おー、なるほど。この熟睡と、うん、まあ、熟睡はしてたけど、いびきをかいてるっていうところにね、うんうんうん、ちょっとインパクトを覚えましてね。なるほど。迷い人ですか。迷い人ね。なんか、あの、前回の人を迷い人にしちゃったからには、この人も見せてくれたな、みたいな。なんか、ちょっとなんか、この人を生かしておいちゃおけねえな、って。迷い人です。あれとりあえず、あの、前回の人との塩梅で、うん、ちょっと処しときました。まあちょっとまた第2回にして、またちょっと様子見っぽい感じで処される方が出てしまいました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、それでは続いて、はい、処刑ネーム三谷亮さんからいただきました。え？佐伯さん、香原さん、こんにちは。こんにちは。ラジオ楽しく拝聴しております。ありがとうございます。私は料理が好きでよく作るんですが、家族が多かったのでいつも作りすぎてしまいます。しばらくはおかずに困らないなと思うんですが、気づくとお鍋は空っぽになっています。この前も一人で初めて回転寿司に行って、気づくと20皿ほど積み上げられていました。お財布の悲鳴が聞こえて切り上げましたが、食べ物たちはどこへ消えたのでしょうか。私の能力でしょうか。いきますよ。お、早い早い早い。では判定をお願いします。三谷亮先生、あなたは迷い人ではありません。おお、はい、これは大丈夫ですか。市場が入ってるとかではないですか。いや、だって普通に食べてるだけじゃん。絶対食べてるって食べて消化されて、うん、ねえ、いい感じに出ていってますよ。それはただの人間の食のサイクルですよ。食べ物たちはどこへ消えたのでしょうか。きっと三谷先生のお腹の中に、お腹の中にいますよ。まあね、ここで処しちゃったらね、うん、あの、漫画誰が描くんだと。確かに、それは困っちゃ う, そ, うこれ そ, それ困っちゃ う,、うんうん、え、様子見で生かしですか。いや、これはもう確実に、うん、いや普通でしょ。よかったよかった、三谷先生が能力の持ち主じゃなくてよかったです、うん、よかったですよ。もうなんか下手に能力だと思われても困りますからね、こちら。確かに。本当だ。はい、ちょっとあのコミックいい作品書いていただかないといけないので。そうです、そのエネルギーをぜひ原稿に持ってってください。よろしくお願いします、はい、楽しみにしてます。はい、はい、ということで以上、メノの処刑執行でした。処刑ラジオ、処刑少女のラジオなの。ここで番組からのお知らせです。原作小説処刑少女のバージンロードは GA 文庫より現在第6巻まで発売中。そして全巻特大重版決定。なんとシリーズ累計が30万部を突破したそうです。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、そしてさらに第1巻のアニメ化記念限定小冊子付き特装版と、ミリツ先生書き下ろしアニメ化記念ダブルカバー仕様の1から6巻が3月17日頃店頭展開開始予定となっています。さらにさらに最新巻となる第7巻は4月15日頃発売予定です。はい、コミックは現在ヤングガンガンで連載中、単行本は第2巻まで発売されていますよ。最新3巻は3月下旬頃発売予定です。ぜひチェックしてくださいね。処刑少女のアニメ PV は YouTube、ワーナーブラザーズジャパンアニメチャンネル公式ポータルサイトにて公開中です。そして配信日の本日2月25日からキャラ PV が公開となりました。お、なんとこのラジオと同時に公開されておりますので、この配信が始まってすぐにラジオ聞いてくださっている方的にはもう本当についさっきです、うん、はい、そうなんですね。ということで今回は、うん、なんとラジオなのにこのまま映像がご覧いただけるそうなんです。なんとすごくないですか。すごい音声さんだからできることっていう、ね、はい、ね、そうなんですよ。楽しみですね、うん、私たちも初め て, 初めて、そう、うん、なんでワクワク見ちゃおうか。はい、はい、それではご覧ください。どうぞ。
純粋概念異世界人が持つ能力はそう呼ばれているわ。その力が世界に影響を及ぼす前に処理するのが私の務めだ。かっこいい。あなた迷い人ね、困ったことがあるなら私に任せなさい。私はいつでもメノンちゃんのこと信じてるよ。今まで何人も殺してきた。それと何も変わらない。私は清く正しく強い神官、そして迷い人を根絶する処刑人よ。私この世界に来れてよかった。メノンちゃんに会えて本当によかった。これはあれだよ、きっと運命ってやつだと思うんだよね。何なのこの能力は。まさかメノンちゃんと一緒がいい。メノンちゃんが大好きだから言ってるんだよ。何があっても私はメノンちゃんの親友だよ。だから今度こそ私をね。先輩。本当にあなたは自慢の後輩ね。もっと褒めてください。桃の晴天は先輩のお姿ですから。先輩への愛のアピールに無駄なんてありません。死ねばよかったのに。キモ、うざ、うるさい。邪魔。死ね。嫌いだもん。先輩以外先輩の全部が好きなのに。私が世界で大好きなのは先輩だけです。ごきげんよう。私はこの国の王女にして騎士が一人、アーシュナ・グリザリカだ。私は美しいものと強いものが好きだ。もちろん君の強さにも好意を覚えているぞ。さすがは世直し姫と異名を取る正義の姫様ですね。さて悪魔よ、塵も残さねばお前も死ぬだろ。君のようなものに出会えるとは、やはり私の天運は確かだな。すごい。なんと、なんか情報ありましたね。ねえ、ということで、はい、アニメ処刑少女のバージンロードは東京 MXBS11 アベマでは4月1日より毎週金曜24時30分から、うん、そして ATX では4月2日より毎週土曜21時から、そしてリピート放送として毎週月曜28時30分からと毎週土曜6時から放送開始となります。はい、その他各種配信サービスにて順次配信開始予定ですとのことで、なんと放送情報が発表されました。いやー、待って、だって最短で4月1日。すごいね、4月春放送開始っていうのは出てたけど、4月1日からってあるんだ。すごくない？え、早いよね。早い、うん、いやもうぜひあのこのコンクールで4月からのね、うん、放送のアニメの中で、うん、みんなさんの一番を処刑少女がいただけたらみたいな。確かに、うん、そうだね。うめっちゃ楽しみ。だってすごい遠い話じゃないもんね。うん、まあ、あと1回ラジオ更新したらすぐってことだよ、きっと。そうだよね、そうだ、うん、ね。うわー、テンション上がるね。楽しみだね。いや、キャラ PV よかった、うん、同じね、すごいよかったね、うん、ね。いやシンクロしてる、ずっとシンクロ。あの短い時間で、うん、あのキャラクターのいろんな表情ね、うん、全キャラちゃんと、ね、見れて、なかなかボリュームたっぷりな感じで、アニメカットとか見れるのいいよね。いいね。あれでなんかこう見ちゃって、うんうん、なんかすごい、これはどんなシーンなんだろうっていうのをさ、うんうん、すごいなんかドキドキしながらさ、うんうん、こう楽しみに待ってるっていうこの時間いいよね。いいね。私たちはこう完成前の絵に、ね、うん、アフレコしてるから、うんうん、あの時のシーンこんな感じになってるんだみたいなのとかがちょっとあったりとか、いいね、楽しみ。なんかこう嬉しいよね、毎月何かしら新情報が出てて、うん、そうだね、うん、いやますます放送開始が楽しみになってきました、うん、はい。そしてその他の最新情報はアニメ公式ツイッターにて随時お知らせしていきますので、ぜひフォローしてお待ちください。はい、以上番組からのお知らせでした。処刑ラジオ、処刑少女のラジオロード。ということでお別れの時間になりました。番組では皆さんからのメールをお待ちしております。
メールはこのラジオの番組ページにある投稿フォーム、または処刑アット温泉ドット AG に送ってください。処刑の綴りは SHOKEI です。はい、温泉プレミアム会員の方のみが聞ける温泉プレミアムでは、私たちが今日ラジオの振り返りを行っていあわわわ私たちが今日のラジオの振り返りを行っています。ぜひお聞きください。はい、あということで、いやでもなんかね、もうキャラ PV にね、うん、全部持ってかれてね、今日何したか、うん、ちょっと記憶がポンって飛んでるんだけど、ね、そんなそんなそんな初のコーナーやったよ。そうだね、丸丸丸丸するための物語、うん、ね、うん、これ丸よっつなのが結構大事みたいでね、言い直しした丸丸って言ったら4つでって言われてわかりました大事なコーナーですかね、うん、いやでも楽しかったね、楽しかった、うん、うん、なんか前回よりもちょっとこう慣れというか、いい意味でのね、うん、確かに前回言ったら2人ともガチガチだったね、頑張るぞ頑張るぞってあれが強すぎて、はい、ね、じゃあまた書数コーナーでは三谷先生から、うんうん、メールが来たりとか、また様子見で書される人がいたりとか、はい、そうですね、まあ、もうちょっとね、違う能力を送ってきてください。あ、はい、いい感じのお待ちしておりますのでなるほど、はい、そして次回の配信は3月の最終金曜日、3月25日です。25、3月って31までだよね。そうだよ、だから26、27、28、29、30、31あー1週間後だえ、何やってもらうの。いや、31から25引くんじゃないんだなと思ってということで、はい、皆さん忘れてください。そろそろお別れしましょう。お相手はメノン役の佐伯よりと、あかり役の香原萌えでした。バイバーイ。この番組は処刑少女制作委員会の提供でお送りしました。